サンデープッシュスポーツ配信オリジナル。去年8月イングランドの地へ渡ったのは、おいしい、ふわふわしてる、なでしこジャパン清水梨紗。ワールドカップ前の岩渕真奈と清水梨紗の貴重な女子会。自分家来てソファで寝てて、梨紗はペットボトルの蓋が開いちゃってて、ちょっとびっちょびちょだったりとか。もう笑ってすごいね、こんなこぼしてたのってよく起きなかったねってなったんですよ。それと同じことが2回あって、その時はさすがにいやもう来なくていいよって感じだったよ。言われた、すぐ行きました。その後もまた呼ぶんですよ、違うところにね。紅茶こぼしたよ、うん。マイペースでちょっと天然の清水、単身海外へ渡っておよそ1年、ロンドンとはどんな場所か聞くと、ここが私のアナザースカイ、ロンドンの街中の方へ行ってここってやる。